い、こんばんは、シンガでございます、冒頭からベリンガーさんのキャットでですね、遊んでみてるんですけども、欲しかったんですよこれ。まあ安いんでいつでも買えたっていうのはあったんですけども、とにかくね、まあいつ発売したかも全然知らないんですけど、パーッとねベリンガーさんとかの動画見てるときに、わっとね、YouTube とか出てきて、まずもう見た目がね、見た目が、まあ、某新生をさせる見た目でね、例によってね。まあ、かっこいいっすよね。とにかくかっこいい。つまみとか、いいですよね、もう。久々に上から何も貼らなくてもいいなって思う新生を買ったなっていう感じなんですけど、まあ大きさもね、画面で見てわかるかな、結構ねコンパクトなんですよ。ブティックぐらいかな。このシリーズ持ってる人だったらなんとなくわかると思うんですけどね。で、まあ見ての通りね、見ての通りっていうか、シンセサイズは結構わかる人じゃないと、なかなか難しいシンセかなとも思いつつ、ただ、適当にいじってりゃ音は出るシンセなんで、初心者さんでもね、扱えるかなっていう感じですね。で、オシレッターが、かなりね、波形を、まあ、ミキシングできるんで、かなり多彩な音出ます。で、今冒頭で流したね、ところは、本来あまりこのキャットでは出さないような、攻撃的な音だと思うんですけども、シンプルにね、80年代のブラス系の音とか、そういう音を出すのにね、僕はすごいいいなと思ってるんですよ。出るよな。こういうのいいな。ちょっとオクターブ下げた方がいいかな。分厚っ。この男のこういう系ですよ。やっぱりね、なんだろうな、シンプルな音なんだけど、このアタックがね、めちゃくちゃ強くてボーンって跳ねる系、
ちゃいい。結構音量がね、つまみの位置に行って上下するんで扱いづらさはまあ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 あるんですが、まあこういう系も出るし、気に入った。やっぱりね、モジュレーションが面白いですよね。結構えぐくね。よくある音かもしんないけど、みたいな音も作れると多彩だね。いいね。これはサンプリングしまくれるな。でノイズもついてるんで、あの激しさにもっと激しさをプラスしたりね。あと、まあ、多分僕、こういうの、ね、ちょっとね、モジュラーっぽいのができますね。外部入力とか、でもそんなでもないか。ちょっとかな。うん。これ金属系の音も、出た、出る。まあ今日のところは、とりあえず買いましたっていうところと、まあ今後ね、僕が707で曲ね披露する時も多分ねこいつの音ふんだんにこれから取り込まれるんだろうなーって感じですね。ちなみにスペックはほんとねシンプルなモノシンセなんですね。
で、見てこの昔懐かしの MIDI チャンネルスイッチで切り替えるタイプ。いいよね。これ好き。で、なぜか知んないけど、MIDI インプットアウトが、スルーか。表についてるんで、まあ、やりやすい反面裏でもよかったよねっていうところと、USB 端子があるんで、なんだろう。パソコンと連動できんのかな。まあ、あとは、このシンクの仕方も、モード A、オフ、モード B とかあって、まあユニゾーンみたいな感じでできたりとかね。そこら辺とか。ここにポリってあるんだけど、ちょっと説明書もあんま見てないんだけど、ポリ、オフ、モノってあるんだけど、これ基本的にどうなんだろうな。ポリにはなんないと思うんですよ。どうなの？わかんない。そこら辺はね、ちょっとわかんないですけど、まあ、なんか変わってんだけどね。何を指してんのかちょっとよくわかってない、まだ。でもね、十分っすね。パラメータとしてはもう、これ以上あっても迷うだけだし、ベストなパラメータ配置なんじゃないかなって感じです。音はめちゃくちゃいい。アナログシンセ、そうだな。ある程度モジュレーションが何か。とか、オシレーターの波形の意味するところとか、あと、ここ、フィルターとかが、なんとなく理解できてさえいれば、全然触れるシンセかなと思うんで、安いんでね、めちゃくちゃおすすめしときます。とりあえず、マイニューギアということで、ではまた。